回はお化け屋敷プロデューサーのゴミヒロフミさん、ゴミさんプロデュースのお化け屋敷紹介からスタジオに現れた恐怖の人形にメンバー戦慄、恐怖の首筋理髪店にやってまいりました。さらにメンバー自らお化け屋敷体験も本気で怖がっています。お楽しみに。